皆さんこんにちは、 IT ジャーナリスト綾乃です。今回は都内で開催されているドコモの新製品発表会の会場に来ました。今回はなんとドコモと ZTE が共同で開発したとても新しい端末があるということで発表が楽しみです。すごかったです。その名も M です。こちらドコモ M、 早速触ってみましょう。一見普通のスマホに見えますが、なんとこちらじゃん、このように開いて2画面スマホとしても使うことができます。2画面で別々のアプリを起動することができるので、片方で Google マップを見ながらもう片方ではメッセージでやり取りができるので、アプリを切り替えてやることを一気にこの2画面でやることができます。そしてもちろんこの2画面を利用すると動画も大画面で見ることができます。そしてこれを回転すると、これ YouTube の動画なんですけども、上は動画の再生画面で、下は動画の情報や関連動画ですね。このようにこっち見ながらコメントすることができると。もう一つ特徴的なのがこのミラーリングモードなんですけども、2つの画面に同じものを映すことができるんですが、そうすると何ができるかというと、ちょっとくの字に曲げます。ここで私が見ている動画を、私の対面にいる方も同じ画面を見ることができるんですね。今までは動画を見るときは一緒に横になって並んで見てたと思うんですけども、この2画面をミラーリングモードで使うことによって対面でもですね、こうやって今私が見ている動画こちらでも見れてます。プレゼンテーションにも最適です。さらにもう一つの特徴があります。このスマホなんとレンズは一つしか搭載されてないんですね。こっちはありません。このカメラ一つでメインのカメラ、バックカメラとフロントカメラ両方両立しています。まずフロントで写真を撮るときはこうです。このようにここに自撮りと出るんですけども、フロントカメラとして使うときもこの LED ライトがつくので美肌効果もバッチリです。ではバックカメラとして使うときはどう使うんでしょう。このスイッチというのを押すと、こちら側は画面が消えて反対側が今何が映ってるか表示されて、このように使うとバックカメラも使うことができると。2画面のスマホと聞いて分厚くなってしまうのかなと思ったんですけれども、意外とスリムで、このように開くとボタンや、SIM スロットが搭載されている方は多少ちょっと分厚いんですけども、逆の方向こちらですね、こちら結構薄いんですね。ここにちょうど段差があるので、このようにヒンジのところに指を引っ掛けて片手で持つこともできます。ではここでニューヨークの ZTE 発表会会場にいる山根博士にお話を伺いたいと思います。皆さんこんにちは、香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。私はですね、ニューヨークで開催された ZTE アクソン M の発表会の方に来ています。かなり盛り上がってますね。やっぱり皆さんデュアルウィンドウかなり興味持ってますね。 5.2 インチのディスプレイを2枚持ってるんですね。で、折りたたんだ状態では普通のスマホとして使えるし、これ開くと 6.75 インチ、2枚の画面を1枚のタブレットのようにして使うこともできるし、それぞれ別の画面を出すこともできます。このアクソン M、 嬉しいことに日本では発売になります。久々に日本で登場する2画面折りたたみスマートフォン、すごい楽しみですよ。ニューヨークからは以上です。それでは東京にいる綾乃さん、どうぞ。以上、 IT ジャーナリスト綾乃がドコモの新製品発表会の会場からお届けしました。 SNS のフォローとこの YouTube のチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。